今年で開業20周年を迎えたららぽーと甲子園で職業体験が行われました。ららぽーと甲子園に出店する店舗で行われた職業体験イベントに3歳から15歳の子どもたちが参加しました。このイベントに参加した店舗の担当者は、実際にうちのドーナツが ずっと手作りで作られてお客様に届けられているので、その辺を体験してもらうっていうコンセプトで今回参加させてもらってます。私たちも楽しかったですし、お子様だったりお家の方たちも楽しんでいただけてたので参加してよかったなとは思います。7年ぶりの開催となる今回はキッザニア甲子園協力のもと、20周年にちなんで20店舗で職業体験が行われました。衣料品店で子どもたちは店舗の中から服を選び、マネキンに着せて商品を PR する仕事を体験しました。また生活雑貨販売店では商品の陳列やレジ打ちを体験、店員の説明を一生懸命聞いて取り組みました。やっぱりレジ、なんかボタンがいっぱいあったから金額を打たなあかんからちょっとだけ難しかったけど楽しかったです。仕事をする大事さ、あと責任感を子どもたちなりにも少し感じていただけたらなと思うのと、笑顔でそのご挨拶をするっていうところが普段の生活からも大事なんだよっていうところを子どもたちにも伝えていけたらなっていうふうに思ってます。